1923型水雷艇及び1924型水雷艇とは、バイマル共和制時代にドイツ海軍が建造した水雷艇である。建造当時はベルサイユ条約による軍備制限のため駆逐艦に分類されていたが、後の1934年に水雷艇に種別変更されている。1923型及び1924型水雷艇は、 それぞれの低迷の共通項から全者を、猛金急行社を、猛重級と呼称することもある。ドイツは第一次世界大戦敗戦後のベルサイユ条約により、大幅な軍備制限を強いられた。海軍の駆逐艦についても、保有可能な数は12隻までとされ、1隻ごとの大きさも、基準排水量800トン以下に制限された。艦艇の新規建造も、 老朽艦の退役に伴う大艦建造のみが許可され、大艦を建造するには最低15年は使用しなければならないありさまであった。1923型水雷艇は旧式化した、水雷艇の後継として1923年度建館計画に基づいて6隻の建造が決定され、さらに1924年度建館計画においては、 改良型の1924型水雷艇6隻の建造が決定された。1923型及び1924型水雷艇は12隻とも全てがビルヘルムスハーフェンの海軍交渉において建造され、1926年から1929年にかけて収益した。 1924型水雷艇は1923型水雷艇よりも、船体がやや大型化しており、両派性や航行性が向上したほか、航続距離も若干延長されている。並走は基本的に同一である。1924型では当初、関西砲として 127mm 砲を搭載する予定であったが、連合国の反対に、 より急遽 105mm 法に変更した経緯がある。また両者とも本来の制限である基準排水量800トンを100トン以上オーバーしている。1930年代に入ってからは魚雷発射管を従来の 500mm 発射管から新型の 533mm 発射管に換装したほか、対空兵装の 20mm 機関砲も従来の2門から4門 内市七門にまで増強されている。しかし、ベルサイユ条約による排水量制限の結果、1920年代に諸外国が設計建造していた基準排水量1500トン超過の大型駆逐艦の建造は許されなかったため、外洋航行性能や放来撃戦時の火力などにおける根本的な格差は開く一方であった。このため、 ヒトラー政権誕生後の1934年、従来のベルサイユ条約における駆逐艦の排水量制限を完全に無視して、設計された1934型駆逐艦の気候に伴い、駆逐艦から水雷艇に類別変更された。第二次世界大戦勃発直前の1939年8月27日、1924型水雷艇、ティーガーは、 デンマーク領ボーンホルム島付近で1934型駆逐艦 Z3 マックスシュルツと衝突事故を起こし沈没した。第二次世界大戦においては、1923型、1924型水雷艇は、新型の1935型、1937型水雷艇や1939型艦隊水雷艇と、にナチスドイツ海軍の戦力の一端を担い、 各種艦艇の護衛や対水上戦闘、機雷不設などの任務に就いた。しかし制空権を次第に失う中で優勢なイギリス軍との戦闘を続けた結果、ドイツ敗戦までに11隻すべてが撃沈や廃棄処分の運命をたどっている。1923型及び1924型には、互換式別用に艦名を2文字に略したアルファベットが、船体左右両言に書き込まれている。 なお、あとの1935型以降の水雷艇には、t 数字の識別記号が書き込まれるようになるが、個別の名前までは用意されなくなった。ありがとうございます。